に来たる9月8日に、町田市民ホールで開催させていただくこととなりました町田プロレス祭りの、開催発表、記者会見を取り行いたいと思います。この町田プロレス祭りは町田にゆかりのある2人のプロレスラーが発起人となりまして、町田市に新たなスポーツイベントというコンセプトで発足、町田在住のお客様にはプロレスの楽しさを味わっていただきまして、県外からご来場されるプロレスファンには町田の魅力を伝えるイベントにしたいと考えております。それではまずは発起人、町田在住15年プロレスラー石川修司よりご挨拶をさせていただきたいと思います。本日はお集まりいただきましてありがとうございます。石川です。武田選手とですね、ずいぶん前から、町田で、大会を開きたいなという話が夢がありまして、今回、たくさんの方にご協力いただきまして、開催を発表することができました。ただのですね、自主興行ではなくて、町田に、で活動している方々と一緒にコラボして町田市を盛り上げる大会にしたいなと思っています。よろしくお願いします。ありがとうございました。続きまして町田市出身プロレスラー武田正史よりご挨拶をさせていただきます。町田で育って町田で生まれたプロレスラー武田正史です。今回、今石川さんも言った通り、随分前から町田で興行をやりたいなという思いがありまして、で、まあ、自分は生まれた時から町田で、まあ、高校は違うんですけど、幼稚園、小学校、中学校、専門学校と町田で育って、本当にいろいろ町田でいろんなことを経験してきたので、その中恩返しというか町田に恩返しをして、そして町田を盛り上げればいいなと思っております。で、今個人的なあれですけど、今膝の怪我で欠場中なんですが、9月8日には元気な姿で、町の人に、町の我々もプロレスを見てもらえればと思うんで、ぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。なお当日は、プロレス以外に、町田市で活動しているアイドルグループ町田ガールズクワイエさんによる、スペシャルライブも予定しております。それではここで所属事務所社長、石田正樹様に英語挨拶をいただきたいと思います。本日は皆様お集まりいただきましてありがとうございます。町田ガールズクワイアというですね、町田の女の子たちによるコーラスグループをやらせていただいております。おかげさまで町田市内ですね、タワーレコードさんですとか、ホロダさんなんかのですね、ライブハウス中心に、いろいろ徐々にこう人気も出てまいりまして、町田市内のグループということで、定着してきたかなというところでございます。本当にありがたいところです。そんな中で、プロレスのリングで、ちょっと歌ってみませんかというお誘いをいただきました。何と申しますか、なかなかそのプロレスのリングで歌を歌うということなど、めったにない機会でございますので、そういう中でですね、ちょっとこう普段ない会場でのライブということと、それからプロレスというね、全然我々は普段接したことのないジャンルですね、そういうところで新しい何かコミュニケーションですとかね、化学反応が生まれたら本当に嬉しいなと思いまして、このお誘いいただいたご縁をですね、大切にして精一杯素敵な舞台を披露したいと考えております。当日はどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。それでは改めまして、開催の概要を、こちらをお知らせさせていただきたいと思います。イベント名は、町田プロレス祭りボリューム1、日時場所は、2017年9月8日金曜日、町田市民ホール、こちら、19時試合開始、18時会場となっております。イベントの内容はプロレスリングの大会となっております。参加選手、武田正史、石川修司、フリーダムズ笠井純、トリプルシックス宮本優子、大日本プロレス関本大輔、町田市出身ガッツワルド大谷ジョージ、そして本大会のメインイベント決定しておりますタッグマッチでございます。石川修司武田正史組対
こちら、宮本優子関本大輔組となっております。こちらの他に、全5試合前後を予定しております。以上が、開催概要となっております。それでは、質疑応答に移りたいと思います。ご質問がある方は、挙手でお願いいたします。今カードを決定されたんですけど、これに関してはまとめた思いで、はい、そうですね、対戦相手のまず、一緒に、この町田大会に向けて、活動してきた、武田選手とまずタッグを組みたいというのがまずありまして、で結構話を聞きますと、こうプロレスを最近ずっと見てないですとか、昔の猪木さんとか馬場さんとかのプロレスは見ていたけど、見ていないっていう人が結構多かったの で本当に久しぶりに見てもらう人たちに、見せれるプロレスって何かっていうのは考えるときに、やっぱり関本大輔っていうのは、今代表するレスラーだと思いますので、その関本大輔とぶつかり合いを見てもらいたいですし、宮本優子も何でもできる本当にすごいレスラーなので、その4人で、今のプロレスの面白さっていうのを体現できるんじゃないかということで、このカードを組ませていただきました。はい、ありがとうございました。こちら以外にもしございませんでしたら、改めて、記念撮影、撮影のコーナーにさせていただきたいですが、よろしいでしょうか。すみません、武田選手の怪我の具合についてと今のところですとか、はい、ちょっと伺えればと、そちらの方は、この会見の後に個別で、はい、失礼いたします。すみません、はい、すみません、申し訳ないです。改めて、終わりましたので、ちょっと武田の会見の方をさせていただきたいと思います。それでは、じゃあせっかくですので、記念撮影、はい、他はよろしいでしょうか。大丈夫でしょうか。1個だけ、他に、まだ参戦が発表されてない選手もいると思うんですけども、何か、町田にゆかりのある選手をまた探していこうとか、またお二人が上がられている他の他団体の選手からどっか上がってもらいたい選手とか考えている部分はあるんでしょうか。そうですね、自分たちが、参戦してさせてもらっている、団体のところから、選手をお借りして出てもらいたいと思っています。はい、やっぱり町田ここでやるってことはやっぱり見たことない人がたくさんいると思うので、プロレスを見たことない人に面白いって思われるような人たちを選んで来てもらいたいなと思ってます。特に町田市っていうのは、そこまでこだわりはなくてですね、大谷ジョージぐらいですねあとはそこまで町田市はこだわっていなくて、はい、プロレスの面白さを伝えてくれる選手たちを集めたいなと思ってます。はい、ありがとうございました。こちら以外はよろしかったでしょうか。はい、はい、チケットもなんですけども、これはいつから販売されるかと思ってるんですか。はい、5月のですね、24日から受付する予定なんですけども、一応23日のですね、一応先行のイベントを行いまして、そこで、チケット先行のイベントをまたこちらはちょっと SNS 等を通して発表させてもらいたいと思いますけども、はい、先行イベントを行いたいと思っています。それは、同じ町田市民ホールで。いや、違います。これは町田市でご協力いただいている、ヒットパレードさんというところの、はい、ところでさせていただきます。はい、はい、ありがとうございました。こちらただいま欠場でご迷惑をおかけしております。ちょっと怪我の具合なんですけど、この町田プロレス祭りが開催されるのが、まあ、もう今年の頭から決まってまして、まあ、その矢先の怪我だったんで、まあ、ちょっといろいろ悩んだんですよ。まあ、正直その、まあ、プロレス祭りを中止しようとか、いろいろあったんですが、まあ、その膝の状態が思ったより、まあ、そのひどくないと。
まあ、前十字靭帯は今切れてるんですけど、まあ、前回切った時よりは動ける状態、そしてまあもう完全に2週間今経ったんですけど、トレーニングも開始してる状況なんで、まあ、1ヶ月あれば復帰できるという、まあ、主治医というかトレーナーの、判断が出たので、まあ、もうこれはもう町田プロレス祭りに穴を開けられないと。そしてあの6月にアメリカ遠征もあるんで、そちらもまあ開けられないということで、6月の、3日、アメリカの GCW、ザンディング主催のトーナメントで、復帰させていただきます、はい。でまあ、そのまたねこの膝が完全につながってない状態でやるわけなんで、まあ、装具をつけて、まあ、サポーターしてやろうと思ってるんですけど、まあ、それでまあもし同じようなその怪我をまたすることがあれば、その時は黙って、はい、休みます、はい、おとなしく休もうと思ってるんで、まあ、本当にもう全部自己責任なんで、はい、これはもう自分の勝手なプライドとあの意見で目標を突破でやらせていただきます。多分皆さんからすごい批判とかいろんな意見があると思うんですけど、まあ、そこは温かく守っていただければと思ってますので、よろしくお願いします。はい、手術とかはじゃあ今回はしない。そうですね、ちょっと時期を見て、まあ、自分的な考えはその6月のアメリカのトーナメント終わって、9月の、まあ、マッチアップレスも終わって、手段なくしたら、まあ、少し手術に、まあ、手術の方に、いければなと思ってるんですけど、まあ、その手術が全てじゃないということを医者から言われたんで、まあ、その手術してもまた断裂しちゃう人は断裂しちゃうんで、まあ、そのこの4ヶ月でまあ試合してって自分の足の状態を見て、もしいけそうだったら今まで通り手術をしないで脳手術でいこうかなという感じですね。で、まあ、まあ調子悪いなとかそういう感じがあれば手術をして検証させていただく流れになります、ね。はい。前回の怪我の時は、はい、まあ、断裂してかしてないかみたいな感じだった。前回の怪我の時も、まあ、完全に断裂してたんですよ。してたんですけど、まあ、その治療のおかげで4ヶ月弱で復帰もできて、で手術がいらず、まあ、3年弱ぐらい、そのままやってて、まあ、その時最初の時は装具をつけてやってたんですけど、その時はもう。まあ、装備なしじゃダメだよって言われてたんですけど、まあ、その状況でもう全然良くなってきてて、まあ、総合格闘技の試合をやったを機に、まあ、もうほとんどつけないで試合をしてたんですけど、まあ、それを機にやっちゃったんで、はい、まあ、完全断裂はしてます。はい、前回も、はい、じゃあまあしばらくは総合をつけた上で、まあ、試合をしてた、はい、そうですね、はい、様子を見てって感じですね、はい。まあ、多分そのファンの方とかいろんな方からもうちょい休めとか大丈夫なのっていうことは言われると思うんですけど、まあ、そこはもう自分の体なんでね、はい、いけると思ってしまったんで、こういう性格なんで、ね、はい、ちょっと自分の生き方というか、はい、あるんで、ね、そこはちょっと目をつぶっていただければと思います。はい、あのそういう状態でやってで、はい、今までの武田正史の試合ができないようだったら、はい、それこそ考えるという、そうですね、はい、まあ、それはやっぱり無様な姿を見せられないんで、でもまあその先輩方にも相談したんですけど、まあ、金さんだったりマモスさんだったりみんな靭帯がない状態で装具つけてやってて、まあそういう先輩も見てるんで、はい、まあ、大丈夫かなと、まあ、軽い考えですけど結構ちゃんと考えて、はい、結果を出したんで、はい、まあ、ちょっとこの結論で今後は行きたいなと思います。はい、各団体さんにも迷惑かけたんで、その分復帰したら活に行かせていただきます。はい。